お前が先手だ。よろしくお願いします。それではお相手の方、一級の方ですね。さあ鬼殺しやっていきましょう。四間飛車、一回受けて横歩取ってこないか。さあ垂れ歩してきそう。来ましたね。よいしょ。で歩を取っていきましょう。これは歩成りが、ギリギリいけれるか。よいしょ。歩がないので、お相手6二歩が結構重しになってますね。これで金多分逃げて、でこっちから攻めていきましょう。2分30秒。さあこれで優勢ですね。金が上がってきた時だけちょっと、これはもう大優勢ですね。もう入る。2分。あとはどう決めるかですね。まあ地味にこの地味に桂馬を成り桂を寄せていくのが痛いと思います。馬が効いてるんですよね。そうですよね、馬が効いてるんです。1分30秒。いやこっち、ちょっと一手遅らされた。いや、勝ちは勝ちだと思いますね。これはさすがに勝ちは勝ちなんですが、どう決めるか。時間も勝ってますし、持ち駒も十分なんで、もう勝勢と言ってもいいと思います。と金で攻めましょうか。これでかなり受けが難しい。
しいですね。これで罪ですね。1分最後もうずっと攻め続けてなんとか勝つことができました。ありがとうございました。お前がごてだ。よろしくお願いします。それでは相手の方、初段の方ですね。さあ鬼殺しやっていきましょう。早いしだと78非戦法相振り飛車。ちょっと指し手が早い。あ、今風取られた方がちょっと嫌だったかもしれないです。6風ですね。さっき飛車で取られた方が嫌だったかもしれないんですが、さあどうしましょう。ん、そこまで下がる。ん、なんかちょっと変わった陣形ですね。飛車が狭くなってますが、2分30秒8筋に回りたいのだが、まあ飛車が下段まで引いてるのが、ちょっと効いてますね。8筋金無双。いや、若干攻め手がないか。8筋を飛車と銀で破りたいんですが、なんかちょっと難しいですか。一回回ってみましょう。で回って飛車があるんがで気をつけて、でこの歩を取ると8三歩と打たれてですが、ただまあなんかちょっと飛車が狭くて飛車がいじめられそうなんで、一回引いときましょう。これは、ちょっと攻めにくい。強引に。ああ、これであれか。打たれて、いやこれさっきもう飛車から切ってで桂馬ジャンプしてみましょう。でこれはもう一回こっちで攻めましょう。取らなかったら多分こっち優勢になってるんで、で角出るか。1分30秒、まあ、これ飛車積んでる。これは陣形の差でこっちちょっといいか。時間負けてますね。8、これはまあ手抜きで8で速攻歩、速攻っていうか叩きの歩。うん、いやー角打ち、これ積んでるんですかね。6三角5一、1分。いやちょっと分かんない。でもこれはここに来て同金同竜で受けが難しいですね。あ、これはまあ罪ですね。ありがとうございました。